中共肺炎肆虐全球，已经超过130万人确诊，超过7万人死亡。日本首相安倍晋三预计在今天台北时间晚上6点发布紧急状态宣言，将针对东京、大阪等7个都府县实施，预计8号起生效，为期1个月。医療現場ではすでに、危機的な状況となっていることを踏まえ、政府として緊急事態宣言の準備をすべしとの意見をいただきました。対象地域は7都府県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府と兵庫県、そして福岡県です。1ヶ月程度の期間を目安として感染につながる人と人との接触を極力減らすため、国民の皆様にはこれまで以上のご協力をいただくこと、そして医療提供体制をしっかりと整えていく、そのための緊急事態宣言であります。明日にも緊急事態宣言を発出したいと考えています。安倍曾向媒体表示，此举并非封城，大众交通也会如常营运，希望能维持经济社会活动之情况之下来遏制疫情。截至今天上午，东京都以1116例为日本确诊数量最多，其次是大阪府428例及千叶县278例。